おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今回はですね、3周年で新しく始まりましたクラブチャンピオンシップトーナメント、こちらのポイントの稼ぎ方の解説をしていきたいと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ CCT ですね、なんかすごくかっこいい画像があってテンションが上がりますが、このイベントなんですが、前提として監督と選手それぞれでボーナスを持った人たちがいます。なんでこれがいないと正直ランキングでいい順位を出すのは厳しいです。まずこの時点でですね、ランキングでいい順位を出しに行くのか、それとも効率よくポイントを集めることに特化するのか、どっちかを決めていただけたらなと思います。さあじゃあやっていきましょう。まずですね、ランキング報酬がなくてもこのイベント達成報酬っていうものがあって、総獲得ポイントの達成度合いで報酬がもらえるようになってます。達成報酬はすごく高いところまで用意されているので、これを気にしている方、ランキングを気にしている方だとか、その後はまあ特攻選手動向を気にしている方だったら、おそらく回りきれないんじゃないかなってぐらいは総獲得報酬があります。でどんなイベントかっていうと、単純に言うとですね、いろいろ考えていろんな形で点を取りながらチャンピオンズリーグの決勝トーナメントを疑似体験できますよといったようなイベントになっておりまして、先ほども言った通りですね、 5%、20% 選手だったら1人当たり 5%、 今回のゆうべの選手ですね、あとは監督だったら 20%、まあ、それぞれボーナスポイントが手に入る人たちがいますよと。でここで1個ね、もう1個考えていただきたいのが、特に監督なんですけど、自分のベストなフォメコンじゃない監督を使うことになります。ピルロ監督、ドゥッカ監督、ジャケ監督、ヘジソン監督、それでも勝てるのかどうかっていうところも一つキーになってきます。ただただ勝てばいいっていうわけでもないので、一つですね、ランキングなのか効率なところなのか、効率的に総獲得ポイント上げていくのか、どっちかを考えていただければということで、試しにやっていきましょう。まずはですね、こんな感じ4つ出てきます。で何を選んでももちろんいいんですけど、勝つことが前提です。私今ね、20万ポイントが最高ポイントになっていて3700位なんですね。でここで3700位の私が、じゃあ果たしてランキング報酬取れるのかというと、まあ無理です。こっから私がゆうべガチャをね300連して監督選手揃えていけばいけるかもしれない。でもそれができないんだったら正直ランキング報酬は厳しいです。全期間だろうとデイリーだろうとね、うん、なんで自分がある程度うまくいったなと、まあまあ自分のねパーティーというか自分のチームで、まあ、うまくいったなというところの順位でトーナメントを出るか出ないか、トーナメント狙うか狙わないか決めて割り切るっていうのが一つ割り切り方の目安かなと思います。まあ、総獲得ポイントに関しても同じですね。例えば仕事忙しいだとか、例えばなんていうのかな、まあ、その家族との時間が大切だから忙しいだとか、例えば大学生でね、一人暮らしですげえゲームに時間割けるようだとか、いろんな方がいると思うんですけど、総獲得ポイントに関しても同じように、ちょっとこれも総獲得ポイント無理だなとか思ったら、単純に達成報酬をね、いかに効率よく集めるか、こっちに振り切るのも一つ大切かなと思います。で、結構これ上の方まであるんでね。さあ、そうしたらですね、この達成報酬に関しては結構いいアイテムが揃ってるので、まずはピルロ監督を取っていただきたい。ここは当然なんですけど、40万ポイントのピルロ監督を取っていただきたい。であとはね、進化秘密練習だとか星5確定スカウトチケットだとか、そういうところまでちょっと頑張っていただけるといいのかなと思います。うん、結構いいアイテム揃っていて、さすがにね、一番上は厳しいと思いますので、ちょっとね、途中のちょっと進化秘密練習まで頑張ろうだとか、まあ、星5確定スカウトチケットまで頑張ろうだとか、そんな感じでね、目安つけてやっていただければ自分なりに楽しめるのではないかなと思います。さあそうしたら、じゃあいかにしてね、勝っていくか、いかにしてポイントを稼いでいくかって話になるんですが、キーはハットトリックと途中交代とディフェンダーの得点と選手の評価点になります。まずハットトリックのところからいきましょう。このゲーム、選手がハットトリックをすることでちょっとたくさんポイントがもらえます。ちょっとね。で同じように途中交代の選手が点を取ったりだとかしてももらえますし、あとは、まあ、
評価点のところはちょっと一回置いておくんですが、まあ、無失点とかも大切ですよね。ただこの今このね試合の獲得ポイント見ていただいたら分かるんですが、まあ評価点 6.5 以上 7.5 以上 8.5 以上っていうところでそれぞれもらえてますよね。下の方で真ん中ら辺でフォワード得点ミドフィルダー得点でここディフェンダーが得点したらもっともらえます。なんでチームがある程度揃っていて潤っているのであれば前半だけでもトゥーリオ選手出すっていうのも一つ手かなとは個人的には思います。でまあこのね無失点で勝利だとかこの下の評価点のところ先ほど言った評価点のところに関しては選手が揃ってないと後々無理になります。まあそりゃそうですよね。選手が揃っていていい走行値を出せないとここに関しては頑張りでどうにかできるところではない工夫でどうにかできるところではないので工夫でどうにかするところはハットトリック取れる選手を前線に置くのかそれとも途中交代で割り切っちゃうのかそういうところを考えていただければいいのかなと思います。また無失点狙うんだったらね例えば前半失点してなかったら前半勝っていたら守りを固めるとかでもいいですし、まあ、果たしてそれで無失点ができるのかっていう話にはなるんですけど、まあ、可能性のね確率的な話で例えば今回見ていただいたら分かる通り無失点もなければハットトリックもないわけですよ。なんで先ほどのポイントから、まあ、2000ポイントぐらいかな2、3000ポイント下回ってしまっていてで評価点のところもそうですしいかにしてねここを稼ぐかっていうことが大切になってきます。さあじゃあこの4つがやっぱりある中でどんなところを意識して選んでいったらいいかっていうことなんですけれども基本的に一番大切なところは勝つことが大前提です。今これポイントを効率よく稼ぐ話にしてもランキングの話にしても同じなんですが勝たないとポイントもらえません。ちょっと私今回ね決勝トーナメント私一番強い人勝てないのであえてそこに挑んで負けた時のポイントもちょっと出させていただくんですが負けると厳しいんですよね。本当に負けると厳しい。だからこの試合もそうなんですけどとにかく内容を良くして勝ちたいし内容の評価点とか無失点のところに関しては運が絡みますので運というかまあその総合値が足りなければ無理だし総合値が足りない人からしたらワンチャンにかけるしかない。じゃあいかにして例えばまあそのミドフィルダーに点取らせてみたりだとか、まあ、トゥーリオ選手を置いてみたりだとか選手交代ね、まあ、設定してみたりだとか、まあ、選手交代設定することでハットトリックが取れなくなる可能性が高くなるっていうねデメリットはあるのでそこは自分の中でねどっちが自分のチームに向いているのかフルで出場し続けられてハットトリック取れるクラスの選手がいるのかそれともジョーカー頼みで勝ちに行くのかっていうところも分けていただけたらと思うんですけどこのイベントやっぱり基本的に上に行けば上に行くほど準々決勝準決勝決勝に行けば行くほどもらえるポイントが当然多くなるんですよね。準々決勝に勝利とか準決勝に勝利とか決勝に勝利みたいな形でもらえるポイントが多くなります。特に決勝すごく多いんですよね。なんで変に微妙な相手の総合値勝てるかわからない総合値を選んでとつって負けてしまうと例えば決勝とかで負けてしまうと5万ポイント近くが無駄になっちゃうわけです。これが痛いんですよ。なんで勝つことを前提でやりましょう。特に決勝まで行ったのであればね、まあ、そこで例えばすごくいいポイント数が稼ぎ出していてワンチャン決勝うまく勝てればランキングいけるなって思うんだったら全然いいんですけど多分ねそれ悩む方はそこのランキングいけるなって思う方はおそらくね決勝負けないと思うんですよね。決勝勝つか負けるかみたいなレベルで似合ってる方は決勝は負けないことを大切にしてください。準々決勝でまた1万2万ぐらい稼いだんですけど決勝ですねこれ私サイドアタック弱いので21万のねちょっとお相手に勝てないんですけどちょっと21万のお相手を選んでいきましょう。ここ決勝勝ったらまあ5万ぐらい5万前後ぐらいもらえるんですが監督ボーナスだけでねここ負けると2000ポイントとかなんですよね。おマジみたいなこんなもらえないのっていうぐらい負けるともらえません。まあ、サッカーのね勝つと勝ち点3負けると勝ち点0のあの原理とほぼほぼ同じです。負けるとマジでポイントがもらえない。ちょっと見ていきましょう。実際に負けると1378 やばいねこんなもんです。なので本当に勝つことを前提にここでしっかり勝てばとか本当に一番低い総合値を狙ってとにかく勝った方がポイント手に入りますのでできるだけ勝つ割合を増える勝ち続ける例えば
いやでもそれでも一番弱いとこを選んでボーナスポイントがうんぬんとかってあるかもしれないんですが、負けるよりはマシなので、ぜひぜひねそこの部分意識してやっていただけると効率よくね総獲得ポイント増やすことができて、いろいろ報酬手に入るかなと思いますので、ぜひぜひご検討いただけたらなと思います。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフを祈ってます。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。